始めます。こんにちは、フスクコーヒーの三船です。本日はよろしくお願いします。じゃあまずこちらお部屋からお聞きしていきます。で皆様お手元にあります右手のコーヒーカードご覧ください。本日、ご提供します豆ですが、コロンビアビジャパティアティピカの、フリウォッシュとご用意しております。でこちらですね、飲み始めは非常に甘みとコクが強く、ヘーゼルナッツとか、カカオのような甘みを感じます。それが温度が低下したりアフターテイストになると、一転オレンジピールとかセリーのようなそういう爽やかな酸味を感じて、また全体的に非常に滑らかでシルキーなマウスフィールも感じることができます。じゃあそして本日ですが、この甘みと酸味と口当たりの滑らかさ、この3点をテーマに皆様に最高の一杯お届けさせていただきますので、よろしくお願いします。でそのために使用する器具なんですが、今回このカリタのウェーブドリッパーを使用します。底面が平らで、波形の形状のフィルターが湯だまりを少なくして、で安定した抽出が望める器具になっています、はい、では早速粉の準備に参りますので、よければこちらのボードの1番目をご覧ください。本日使用します、グラインダーですが、ボンマックの860になります。で今回は A と B で抽出量が異なりますので、トレーにあります通り A には 20g、B には 28g 豆を使用します。でこのようにこちらのパウダーコントロールストッカーを使いまして、微粉をしっかりと飛ばした状態のものを使用します。この微粉がですね、雑味とかえぐみの原因になりますので、このようにしっかりふるいをかけることで、すっきりした一杯仕上がっていくんですね。ではこちらで計量してからそちらにお持ちします。それではお待たせしました。では次に2番目をご覧ください。本日ですが、まずはじめにこのペーパーフィルター、ドリッパー、サーバーをすべてこのように煮沸して湯煎を通した上で粉をセットします。今回ですね、抽出にあたり検証を重ねた結果なんですけれども、甘みと酸味を増すためにまず炭酸ガスをしっかり放出することが大事だということに気づきました。でその際にですね、この今回のガラスのウェーブドリッパーだとガラス製になりますので、熱の伝導率が低く、炭酸ガスがこのように六角形のハニカム構造からしっかり放出させるためには、器具の温度を高める必要性がありました。このようにしっかり湯煎をすることで噛み臭さもなくなりますので、非常に甘みと酸味が強調された一杯に仕上がっています。では早速 B から抽出を行っていきます。で今回お湯の温度ですが、お湯の温度ですね、お湯の温度ですが87度から88度で抽出を行っていきます。では早速入ります。で皆様今回3番目をご覧ください。ここが一番私の今回抽出でお伝えしたいポイントです。今回ですが、この抽出にあたりドリップをですね、3段階の水流に分けて抽出を行います。まず第1段階はこちら透過しているんですが、蒸らしのために30ミリか40ミリお湯を透過します。でその後なんですが、細い湯量で B は100ミリ、 A は50ミリ、細い湯量で透過をします。ではどうぞこちらご覧ください。今からですね、このように細い量で約100ミリ透過していきます。この100ミリの中でコーヒーの中に含まれる甘みや酸味の成分をここで一気に取り出してしまいます。でこのように細い量だと甘みや酸味の後に果抽出で苦味とか雑味が出てしまいますので、この細い量が終わった後に少し待って甘みを取り出し切った後に、今度はしっかりと水流をここで起こすために太い湯量にして一気に抽出を水量させていきます。でお湯の
糖化なんですけれども、 B は460から470ミリリットル糖化して、お湯がまだドリッパー残った状態のまましっかりとここで終了させていただきます。あ、いきます。A も油温は同じく87から88度。ただサーバーの表面積が違いますので、皆様にご提供する温度はほぼ一定になるように調整しております。ではお待たせ、こちらからですね。では A に関しても蒸らしは30ミリか40ミリでしっかりとガスを放出させます。で、器具をあらかじめ温めてたことによりしっかりとガスが放出されるので甘みと酸味がしっかりと出てくるんですね、はい。で、ここでしっかり蒸らしが終わった後に細い微量で今度は A は50ミリ投下していきます。この細い量が透過が終わりましたら水流を起こすために太い量にしていきます。今回この水流の最後の後半が非常にテーマになりましたので A も B も同じ185の2杯出し用のものを使用しております。このようにすることで水流がしっかり起こりますので A も B も均一してすっきりとした味わいのコーヒーが生まれていきます。ではお待たせしました。今からご提供に準備しますので少々お待ちください。ではお待たせしました。トレーにあります A、B それぞれに A、B それぞれのコーヒーをご提供させていただきます。飲み始めは非常にカカオやチョコレート、またヘーゼルナッツのような甘みで、アフターテイストはオレンジピールやチェリーの甘みと酸味、そしてあ、すいません、こちらちょっと少なかったですね、お待たせしました。そしてアロマは全体的にバニラのような甘み、そして滑らかでシルキーなマウスフィールをどうぞお楽しみください。ではお待たせしました。 AB それぞれになります。すみません、お待たせしました。こちらになります。じゃあどうぞお楽しみください。甘みと酸味と口当たりの滑らかさ、この3点にテーマを絞った一杯いかがだったでしょうか。今回このプレゼンテーションをするにあたりまして器具の選定はもちろんなんですけれども、紙の性質やコーヒー豆の性質、また水の温度や水流、そういった細かいところをしっかりと検証を重ねることで最高の一杯に近づくんだなということに気づきました。で、ハンドドリップというものは一般に普及している分流し作業で終わってしまう工程が非常に多いです。ただその工程の一つ一つの細かいところに一手間を加える、一掘り下げすることによって豆そのものが持つ甘みや酸味、そしてフレーバーの柔らかさ、そういったものがどんどん引き出すような魅力あふれる抽出方法なんだということを今回気づくことができました。非常に緊張しているんですけれども、皆様の美味しいコーヒーライフの1つのピース、2つのピース、いろんなきっかけの中に私のプレゼンテーションが生きていただければ大変幸いです。本日はありがとうございました。終わります。